こんにちは、速の久保ですまあビジネスでお金を手にしようと思ったら商品を誰かに売るこれ以外はないんじゃないですかねだから商品も持っていないし集客もしていないし販売もしていないこれだと売りようがないと思いますこの3つの要素を全部やることが売り上げにつながると思うんですよだからこれをせずにね一人でに天からお金が降ってくるみたいなイメージをネットビジネスに持ってるとしたらそれは間違いですね ネットビジネスっていうのはインターネットという空間に自分の情報発信をするというところが特徴なんですよねでもたくさんの方がインターネットの空間上に自分の情報を投げてますから選んでいただくことっていうのが非常に難しいわけなんですよだから誰かよりも優れていたり誰かよりも劣っていたり誰かよりも特徴的だったりとにかく 目に止まらないといけないんですよね。で、今回ね、そのリモートっていう習慣が出てきたじゃないですか。その中で、昨晩私のところにある社長がね、新入社員の面接をしてきて、こんなエピソードがあったんだけども、久保さん、これ最近の若い人はみんなこうなんですかみたいな感じでね、ちょっと困った感じで相談をいただいた例があるんで、それを紹介します。その方っていうのは、まあ人事部で40代ぐらいで採用面接をしていたところなんですけども、 大学3年生ぐらいの就職希望の方がですね、最終面接に来て、まあ、リモートで面談したらしいんですけども、途中で、その人事の方がね、私の友人がね、聞いたらしいんですよ。大学生活の中で、自分が一番これはやったと思えることは何かありますかって聞いたんですよ。ありがちな質問ですよね。そこで、学生さんがね、こう答えたんです。というよりも、こんな答え方をしたんです。リモートで、 ししばららく間を空けたらしいんですよで何言うのかなと思ったらドラムロールが始まってーダン部長でですすっって言ったらしいんですよねつまりサークルの部長をしたことが自分の大学生活のまあ一つの誇りだったということ実績だったということを言いたかったんですけども表現の仕方がねリモートでズームやってるわけなんですけどもド,ーダンドラムロールを入れてくるっていうねこのアイディアとそれを実行する勇気これはすごいなと思いましたね。 で、悪見取られて、その後部長でどんな実績を上げたのかってことを学生さんは言ったらしいんですけども、隙を突かれたような感じでね、ドラムロールの音どっかでしたんだろうって、ドギマギしてるうちに、その実績の紹介が終わったらしいんで、何を言ったか覚えてないらしいんですよ。それが一点。で、面接が終わって最後の挨拶になった時なんですけども、この度は貴重な時間をいただきましてありがとうございましたみたいな挨拶でお互い終わっていくんですけども、なんとその時にですね、その学生さんは、 エンディングテーマが流れ出したんですよ。テンテレレレレレ,レ今日は本当にお忙しい中、時間をいただきましてありがとうございました。本日はとてもためになった、そんな時間でした。私の見たらないところが分かり、また希望が見極えたと思います。それではまた次回お会いしましょう。みたいな感じで終わったんでしょうね。いやー、これはね、絶対採用するべきだと私言いましたね。うん、このアイディアとこの勇気。これは今からの時代に必要な人材だと思いますよ。少なくとも私たちが面接を 受けで会社に入った時の常識を当てはめてはダメだと思いました以上です